です。今日は最近している毎日メイクをちょっと久しぶりに撮ろうかなと思ってメイクします。今日のお洋服はオーラリーでずっと待ってた定番のすごい薄めのレイヤードできるようなインナーと毎年の新作を合わせました。ちょっと可愛い系ホワイトはブラックもあって、ブラックはノーマルなんですけど、ホワイトとかはこうやってボコボコになってるのが可愛い。ちょっとガサガサやからリップから。リップはドクター365のリップ。これめっちゃジュワーっとただ保湿するリップとかじゃなくて、なんかヒアルロン酸とかが入ってて、本当はこれは夜寝る前に塗って朝ぷっくりみたいな感じなんやけど、わかる？これはみずみずしいのに浸透感あって、もうすぐ縦じわが気にならなくなる感じがしてすごい好き。めっちゃ好きなんやな。だからしっとりしてくれるんや。リップマスクでした。メイク前は朝はバイワのトナーパッド。バイワのトナーパッドはすごいみずみずしくて、中の液がいっぱい入ってるトナーパッド。馴染ませていきます。スポンジは水で含ませて大きくしたザ・ツールラボ。ちょっと汚い。そしたらクリームは今回はフレナバのクリーム使っていきます。フレナバのこのクリームは私がよく飲んでる甘酒の同じ会社なんやけど、福光屋っていうところが出している。こんな感じでお肌にこれも浸透力が良くて好き。フレナバは全部酒粕が入った商品で、このクリームももちろん酒粕が入った。ちょっと入れる感じで、みずみずしい保湿をしたらボビーのこの大好きなクリームを使っていきます。朝はボビーのクリーム使うことが多い。なんかさっきまでのクリームは浸透力がいいクリームで、これはバームっぽい感じでちょっと固め。ボビーのこのクリームは普通にクリームとしても使えるけど、化粧下地としても使えるので、私は化粧下地として使ってます。土台がドンとしっかりあるから、次にするファンデがチュルンってなったりする感じもなく、ピタッとなってくれる感じが、この硬さのクリームがすごい好き。あと毛穴の凹凸がねなくなる感じがしてすごい好き。そしたらじゃん、下地とかは全部この韓国の絵の具の筆で伸ばしてます。最近はこの絵の具の筆がすっごい薄く手よりも広げられるので、下地から私はうっすらしたいので、クレドのこのベースを使っていきます。値上げしたよね。値上げする前にもうなくなるから買えばよかった。このくらいうっすらうっすら広げていきます。なんか空気を入れる感じにして、ポン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 と、でも優しく、こんな感じで。わかる？ちょっとトーンアップしたの。なんかこんな感じですっごいうっすらトーンアップするから、眉毛だけ描いてこれだけとかの日でも使います。それかこれも好き、パッチュの朝用クリームなんやけど、これはもう日焼け止めっていう感覚で塗るよりかはクリーム感覚でスキンケアの最後に使ってます。なんか私の大好きな藤子さんがファンデをせずこれだけでいつもメイク完成させてるのを見てすっごい綺麗で真似しました。うん、保湿感もあってちょっとだけトーンアップがしたので、次はじゃん、ディオールのこのコンシーラーが最近鼻筋に塗ったりするのが流行ったのもあるのかな、ちょっと明るめのコンシーラーが出たので、私は 0.05N を使っていきます。すごい伸びがいいからこのチョンだけでいつも使ってます。ちょっと高いなって思うけど全然伸びが良くてなくならなくてすごい好き。これをまた筆で
ちょんちょんと取って、私はここが赤みが出やすいから涙袋のちょっと下からと、こちら広げて、あと小鼻の横、鼻の下、はい、こんな感じ。なんかこのコンシーラーが伸びもいいのもあって全然重たくなくて、その分カバー力はそんなにないからほっぺた全体的にのせてます。うん、こんな感じ。そしたらメイクメイクのコンシーラーで、めっちゃ使いすぎてすっごい汚いんですけど、この赤いところを使って、パウダーはシュウウェムラがすっごい大好き。ずっとシュウウェムラ、ちょっと細かいからシュウウェムラが好きと言いつつ、あの上のパフをなくしてしまったので、開けるたびに粉がすごいから、ここの余った粉で、なんかねパウダーしてる感がないけどちゃんとパウダーなのがすごい綺麗。あと一番最初に塗ったこのボビーのベースがいい働きをしてくれて、このパウダーとの相性も良くて、時間経っても全然粉が吹かないというか乾燥してないのが好き。粉をさらっとしたら、ザ・ツールラボのこっちのちっちゃい筆でこうやってトントンとして、ほうれん線にも、ここは溝がになりやすいから、眉毛はもう一番描きやすいと思っているベネフィットの眉毛を使っていきます。私は 2.5 っていうやつ、あんまり公式とかが9点だとないので、韓国行ったら買ってます。まずはブラシで整えて、ブラシはすごい細くて使いやすいのはシュウウェムラのツールです。結構私はシュウウェムラのツールが好き。日本のブランドだからかな、すごい使いやすい。黒目のところからまずは下眉を作っていきます。で、持つときは先長めに持って、力が出ないように、特に眉頭は、こんな感じにしたら起こしていきます。こっちがしてない方で、こっちが描いた方。キャンメイクの薄眉を使っていきます。これすっごい細くてちょっとつきやすいから、ティッシュオフして、なんか眉毛を染めるというよりかは、さっきやった土台になじませるように眉毛の向きを決める。お、ちょっと薄くなったでしょ、どう、良くない、馴染んだよね。そしたらもう絶対これウェイクメイクのシェーディング01番、グラデーションになってるので本当に使いやすい。私はここを特に濃いめにして、余った粉で鼻先をのせてます。どう、そしたらシェーディングはこういう斜めのブラシがおすすめ。私はこれもザ・ツールラボ、こんな感じでしたら、チークはラカの704、あったかくなったので最近はオレンジチークにハマってます。ピカソの筆、ちょっと薄い平らな筆、大きめに見えるけど薄いから、こういうちょっと濃いめのチークでも広げやすい方の一番出っ張ってるところにのせていきます。のせたら広げていく。
と。そしたらウェイクメイクの01番がグラデーションになってるチークで、これをぼかす感じで一番明るい色をうっすらとって広げていきます。そしたらラカの単色アイシャドウ92、1番を使っていきます。これをベースに使っていく。こんな感じでふわふわした筆を使っていきます。これはエチュードの筆、こうやって取ったらトントントンとまんべんなくつけて、そしたらキャンメイクの01番のコンシーラー、明るめのコンシーラーで目の下に描いたベースを全部一気に真っ白にする気持ちで、こんな感じ。ケイトの結構赤の、私単色シャドウが好きで単色シャドウばっか買っちゃいます。こんなんとか、あとは魔女魔女とか、韓国行くとこのホリカホリカも買っちゃう。結構これはつくから、こんな細い筆を使っていきます。ちょんちょんとなじませてから、ちょっと立体感を出すために目の際は辺までぼかし、こんな感じ。トゥークールフォースクールで結構これ明るいから真ん中だけ。そしたら最近はマスカラ、パリジェンヌがすごい強めやから、マスカラはうっすらだけ、上はうっすら、本当に、塗るか塗らないか。撮影の時は塗らなかったです。濃くなりすぎたくなかったから、この時は。で下はいつも通り、そしたらキャンメイクのこのペンシル08番ジェルライナーみたいな感じで描いていきます。最初にこれだけ、クリオのリップペンシル03番を上側と下側をこんな感じで描いていきます。そしたらチーク、使ったマットチークだから周りをぼかしていきます。今日のリップは、リップはいつもなんか気分で変えてて、今日はヘラ。完成しました。こんな感じで、オレンジだけど最近は大人っぽいメイクが好きなので、アイシャドウもちょっとブラオレンジっぽい、ベージュっぽい色で、リップもオレンジっぽいベージュっぽい色なので、ちょっと大人っぽく、でもなんかもうちょっと夏っぽくパキッとしたい時はこのフィー、これちょっと汚いけど、これを筆でポンポンと、手で取ると結
結構パキッとするから可愛くない？最近はマットリップが好きなので、こうやって筆でマットリップに手でポンポンっていうよりかは、もうアイシャドウを塗ってるようにアイシャドウブラシでのせることが好きです。すいません、ハイライト忘れてました。ハイライトはピンクのやつかな、いつもこのハイライト使ってます。で最近は日焼けがやっぱ最近してきたなっていう感じがあって、急いでハッチに行って日焼け止めミストを買いに行きました。いつも体用のやつハッチ使ってて、去年からで今年すっごい良かったので、それも使いつつ今年は顔用の日焼け止めミスト、これ一番最初にするのもいいけど、メイク後メイクキープミストみたいな感じで使うといいらしくて、塗り直しもしやすいみたいだから、最後にこうやって結構細かいから、これ良くない？だって塗り直しとかも塗るよりかはあれやけど、塗り直しの時にこのミストあるとすごいやりやすいから、あと持ち運びとかサイズ感もめっちゃ良くて、これおすすめ。ありがとうございました。バイバーイ。